tu ta ta 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 tu ta ta手動ぬか味噌をまぶして真っ赤に焼き上げて、こういう手動っていう赤いムラを出します。その後に煮色といってグツグツ釜の中に、その後おはむろというものを施したものになります。本焼き、本物の本に焼くと書くんですけども、これはこういう先ほどのまだらな模様に対して、これはこういった大きな模様ができてますけども、これは備長炭というのは片隅でですね、この品物を覆っちゃうんですね。で、炭の当たってたところと当たってなかったところを焼いた後に洗い流すと、こういうふうに赤いムラが模様ができてきます。これが本焼きという。でこの場合は本焼きっていうものをして、この手動というこういうムラを、本焼きの模様を出した後に6色青銅色を施したという本になります。でこれらといったのが伝統的な着色の代表的なものになるんですけども、で技法っていうのはもう本当数十通りもあって、代表的なものが先ほど言った煮色、煮込むものとかぬか焼きとかおはむろとか青銅とかっていうものがあるんですけども、それらのやり方も順番を変えたり組み合わせを変えることによって、ベースがやり方が5、6種類とかであっても、その組み合わせによって何十通りもの色の表現を出すことができます。高岡市のデザイン工芸センターというところで、いろんな勉強会があって、そこに参加するうちに自分でも物を作ろう、いつかは自分でも物を作って売り出したいなっていうところに矛先も変わってきて、なおかつこの伝統的な着色、同期にしかできない着色を違うものにもとか違うものに、美術工芸品以外のものに、転化していけば、また新しい需要が生まれるんじゃないかなと思ったのがきっかけです。そこで取り組み出したのが、鋳物とは違って薄っぺらい厚円板と言われるもので、薄っぺらいペラペラの銅板、銅だったり真鍮だったり、鋳物というのはとか砂の中に入れて、固めたもの、肉厚もあるし不純物も、それに対してこういう厚円板、伸ばしてるものですね、こういったものっていうのは純度も実はすごい精製されてて、不純物もない。でその中で私が考えたのは、こういった薄っぺらい銅板っていうのは誰でもある意味入手することができる。でこのシンプルな板を使って面白い表情を出せれば、いろんなものに転化できるではないかということで、一番最初に始めたのが、もともと物を家具とかも好きだったんで、家具に何か転用できないかっていうところで始めて、テーブルの天板を使ってみたりとかっていうところからスタートしました。伝統的な手法としてはですね、邪道であったりとかですね、例えば先代のおじいさんがやってたやり方、親父がやってたやり方をそのままこれに転化しても、当然できないことであったり、
では伝統的ではありえないような手法を組み合わせてやってみたり、時にはあの混ぜるな危険みたいな形でですね、あの有毒のガスが出るようなこともあっただろうし、本当に邪道と思えるようなやり方をやると、あると急に面白いような、例えばこの斑紋クジャク色っていうのが赤い紫色っぽい色なんですけども、でこのクジャク色っていうのは、まあクジャクの羽のように緑っぽいところがあったり、赤紫色っぽいところがあったりっていうので私が命名した名前になるんですけども、まあ圧延板でいろんな色をまあ試行錯誤しながら、初めは出せなかった色がまた再現性ができて、ある色が一つ完成した、はい、そうするとそう一つだけじゃ面白くないっていうのをやっぱり繰り返すごとに、1年2年3年していくうちにどん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 色の数は増えていってます。今現在もまたいろんな色を編み出そうと今しているところなんですけども、それっていうのはやっぱりいろんな建築業界、インテリア素材として、オファーが来てからですね、うちもいろんな形で変わっていきました。まあいろんなところで使っていただくようになってきてはいますけども、まだまだこれがその万人知られてるわけでもないし、非常に隙間、まあニッチな分野なものだと思ってます。これはもうちょっといろんな分野で、例えばクラフト商品であったりでもいいですし、まあインテリアの装飾でもあってもいいですけども、もっといろんな方がですね、例えば家具の一部としても銅っていうのは普通にあるもんだっていうふうにみんなが認知していただけるとか、いろんな方がですね、周知していただけるくらいに、うちのこの着色技術が世界に広まっていけばいいかなっていうふうに思ってます。